慢性腰痛の原因は睡眠不足とストレスだった。この医学的根拠とは、慢性腰痛は長期間にわたって腰が痛む症状であり、多くの人が悩まされています。最近の研究では、慢性腰痛の原因は睡眠不足とストレスにあるとされています。睡眠不足は脳と体に影響を与えます。睡眠中に脳は神経伝達物質を生産し、筋肉の疲労を回復させます。睡眠不足の場合、神経伝達物質の生産が減少し、筋肉の回復が遅れます。これが慢性腰痛の原因の一つとされています。また、ストレスも慢性腰痛の原因とされています。ストレスは体の緊張や不安を引き起こし、筋肉の緊張を増加させます。長期的なストレスは筋肉の緊張が続き、慢性腰痛を引き起こす原因になります。これらの医学的根拠を踏まえて、慢性腰痛の対策は睡眠とストレスの管理が重要です。十分な睡眠とリラックスすることで筋肉の緊張を緩和させ、慢性腰痛の緩和につながります。またストレスを減らすためにはストレス解消法や運動などが有効です。慢性腰痛に悩まされている方は睡眠とストレスの管理に取り組みましょう。ハマチャンプは長年の臨床経験からこのことを広く世間に伝えたいと思っています。小手先の腰痛治療主義で問題が解決できるとは思いません。生活習慣を見直し、ストレスから逃げて、適度な運動をし、楽しい毎日を過ごせるよう願います。